か食べられただよ。ネペンテス、ハラッパ、ヘリアンフラ、パテイ、オロセラ、カペンシス、ビオネア、スポッティ、難しすぎるわよ。なんなのこのゲーム。食虫植物しりとりです。食虫植物の品種をしりとりでつなげていくゲーム考えてみたけど、なかなか難しいね。私答えられただよ。斬新なゲームとして案外大流行りしちゃったりして。食虫植物しりとりの全国大会開かれるかな。大ブームになったらあり得るかもね。マニアックすぎて大抵一往復も続かないと思うから、まず流行ることはないわよ。そんな食虫植物しりとりが無限に続くくらい、私たちも食虫植物についてもっと勉強していかなきゃいけません。さすがに無限には無理でしょう。でもいろんなこと知りたいだよ。まあいろいろ食虫植物について知っていきたいのは確かね。そういうことで突然ですが、今日はこちらの段ボールを開封していきます。本当に突然ね。この段ボールは何かな。いろんな食虫植物を育てて学ばないといけないということで、新たに食虫植物買っちゃいました。またうまいこと言って、単に食虫植物解体口実じゃないの。そんなことありません。食虫植物さんが増えるのは大歓迎なのじゃ。それにしても大きな箱ね。何を買ったの。さあさあ、それは開けてのお楽しみ。ちなみに今回は山田食虫植物農園さんから購入しました。わわ、いっぱい入ってるだよ。新聞紙がたくさん詰められてるわ。ふすか、新聞紙も買ったの。買うわけないでしょ。新聞紙は緩衝材代わりだよ。あれ、何か手紙がついてるわよ。ほんとだ、なんだろう。この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ヘリアンフォラについてる白いものは農薬の散布跡ですので、安心して育てていただいて大丈夫です。うん、ご親切にありがとうございます。すごく丁寧に対応してくださるのね。ありがたみ深み。植物に白いのがついてたらカビか何かと勘違いしちゃったりするかもだもんね。でも開けてからのお楽しみにとか言っておきながら、結局中身はヘリアンフォラって分かっちゃったわよ。まあそれは仕方ないですね。最初からサムネでバレちゃってるからセーフだよ。そんなこんなしてたら最初の植物が出てきたわよ。わ、ドキドキ。なんだか大きそうな食虫植物ね。え、食虫植物さん。わ、大きな食虫植物さん。え、これ食虫植物なの。すごくトゲトゲしてるだよ。これは凶暴そうだね。痛い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 。ふすか、食べられただよ。って、それ食虫植物じゃないでしょ。どう見てもアロエじゃない。そうなんです。これは食虫植物じゃなくて、実はアロエです。なんでアロエが入ってるのよ。これも緩衝材なのかな。どんな緩衝材よ。アロエを無料で配布されてたので、食虫植物買うついでにもらっちゃいました。ひょっとしてふすかさんって、結構がめつい。もらい上手と言ってください。それではメインディッシュの食虫植物さんを見ていきましょう。アロエは前菜だったのね。アロエは前菜。ネアちゃんメモ取らなくていいわよ。テストに出るかな。何のテスト。はい、一つ目の食虫植物さんが出ました。やっと来ただよ。やっぱりヘリアンフォラなのね。ケースに入って密閉されてます。じっくり見るのは後にして、先に他のものも全部出していきましょう。さっきのよりは小さいけど、これもヘリアンフォラね。今度はドロセラさんだよ。そして最後は大きなヘリアンフォラ。これで全部出揃いました。これが今回購入した食虫植物です。まあ、一つ食虫植物じゃないものも混じってるけど、今回はどれも美しい食虫植物ね。特にカラフルで立派なヘリアンフォラさんだよ。ヘリアンフォラは世界最後の秘境と言われるギアナ高地のテーブルマウンテンにのみ自生する特殊な食虫植物というだけあって、原始的で不可思議な見た目をしてますね。世界最後の秘境、なんだかすごいところだわね。5億年以上前に作られた最大標高3000メートルほどになる大陸の塊で、下界との隔絶された環境で独自の生態系が作られてる。すごいところだよ。わかりやすく言うとグルメ界みたいな未知の秘境だよ。でもこの3つとも大きさが違うだけで違いがないようだけど、どれも同じ種類のヘリアンフォラなのかしら。何言ってるんですか、レウコさん。全然違います。え、どう違うの。まず最初に開けたこちらのヘリアンフォラさんはミノールという品種です。ミノールさん、一般によく普及してる小型のヘリアンフォラで、育てやすく入門者さん向けの品種です。
見るからに難しそうな植物だけど、入門者さんでも育てられるの？基本的には高い湿度を要求しますが、徐々に慣らせば比較的低湿度でも育ってくれるし、直射日光を避けた明るい場所で、水槽や半透明の衣装ケースに入れて蓋を開けるか、半密閉の状態で暑さによる蒸れに気をつければ育てられると思います。なかなかハードル高いだよ。今回購入したヘリアンフォラさんたちは室内水槽で育てようと思うので、また後日その水槽の栽培環境づくりの様子を動画で紹介してみようと思います。そして次に開けたこちらのヘリアンフォラはヘリアンフォラプルチェラです。これもちっちゃくて可愛みなヘリアンフォラさんだよ。やっぱりさっきのと違いがよくわからないわよ。このプルチェラさんはかつては最初のミノールさんの推しと見られていたみたいなので、間違えてしまうのも無理ないかもしれません。でも確かプルチェラさんの方が筒の中のおけけが長いんだよ。筒の中のおけけ？本当だ。確かに左のミノールよりも右のプルチェラの方が毛が目立ってるわね。一見似ているように見えるけど、それぞれの品種にそれぞれ違った特徴があって、一つ一つに違った魅力があるんだよ。みんな違ってみんないいだよ。なるほどね。食虫植物さんからもいろんな学びがあるわね。そして最後にこちらの大きなヘリアンフォラさんです。本当に大きいだよ。さっきの小型のヘリアンフォラの何倍もあるわよ。すごくよく育ってますね。鉢の底からは根っこが出てきちゃってます。元気な証拠だよ。こちらはヘリアンフォラヘテロドクサとミノールの交配種です。確か交配種って育てやすいのよね。すごく丈夫で、個人的にはさっきのミノールさんよりもこちらのヘテロドクサミノールさんの方が育てやすい印象です。これで今回買った食虫植物さん全部紹介終わりました。今回はたくさんヘリアンフォラさん買っただね。あれ、ちょっと待って、何かもう一つ忘れてるような。忘れてません忘れてません。明らかに忘れてた顔ね。でも可愛い毛線ゴケちゃんだよ。南米のドロセラセッシリフォリアさんです。これも500円とお買い得だったのでおまけでポチっちゃいました。これで本当に全部ね。やっぱりヘリアンフォラさんが鮮やかですごく目立つだよ。それでは最後はみんなでじっくり鑑賞するメデマショータイムです。メデマショータイム？メデようメデようだよ。本当に植物とは思えない芸術的な美を感じるわね。神々しさがあるだね。ヘリアンフォラは昔は100万円近くした高価な植物だったみたいだけど、最近ではホームセンターとかでも販売されていることもあるくらい、今では値段が下がって普及してる食虫植物なんだよ。100万円？そんなに高価だったの？まさに高価な芸術品だよ。それが今では数千円で買えるなんてびっくりだよね。ミアナコーチの断崖絶壁のようなデフレーションね。それを考えたらすごいお買い得な感じするでしょ。ほうほう、時代は変わったんじゃの。あなた誰よ。すごく綺麗な食虫植物なので、皆さんも栽培にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで今回は購入した食虫植物、主にヘリアンフォラの開封動画でした。次回の動画では今回購入したヘリアンフォラを早速株分けして大量に増やしてみようと思います。え、いっぱい増えるの？そりゃもうもり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 増えるよ。もりもり増えるって。もり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 。またその後はヘリアンフォラ専用の水槽での栽培方法も紹介してみようと思うので、お楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おつねやだよ。またね。